国立大学駅は、ジョージアの飛びリし地下鉄サブルタロー線の駅である、サブルタロー線の西端に位置する。国立大学駅の建設は、ソビエト連邦時代の1985年の第三四半期に開始したが、ソビエト連邦の崩壊後の1994年、財政難により工事中断となった。2000年には、計画自体が完全凍結となった。2015年春、 アジア開発銀行の援助を受けて建設計画が更新され工事が再開した。工事は2017年夏に完了し、飛びり市国立大学の学長と学生が検査を行った後、2017年10月16日に飛びり市で23番目の地下鉄駅として開業した。駅の設計は建築家のジーモズマニシビリが行い、工事中断となる1994年まで、 プロジェクト組織、サクトランスプロエクティが建設を担った。大部分の工事は、ソビエト連邦時代に行われた。2015年の工事再開後は、スペインの建設会社コブラアサイニアが、完成まで担当した。この駅は、単一アーチ型の新度シングルボールと駅の設計で、建設された。出入り口は一箇所であり、サンドロエリス通りとバージャプシャベラ通りの交差点から3本の、 エスカレーターによってプラットフォームにつながっている。ありがとうございます。